皆さんこんにちは、ピチです。今回は、週のセットアップをやっていきたいと思います。こう、いきなり広げているんですけど、えー、まず、いつも通り、ピュアライフダイアリーから振り返りをやっていきます。で <laughs>、あの <laughs>、正直に言います。今週、あ、先週、あの、何も書いてません。はい。 あのこう何て言うんですかこんな大きな声で言うようなことじゃないんですけど書け書けませんでしたというよりかは書きませんでしたはいっていうのが手帳タイムという手帳タイムを取ってなかったですで、えー、先週末かな先週末にインスタグラムの方で、えー、ストーリーズで あのなんかかかご質問とかありますかってもしよければお話ししてくださいというような質問ボックスを設けさせていただいたんですけれどもそちらの、えー、方にですねご質問で「手帳が飽きた時ってどうしてますか?」って記録とか「無理してでも残していますか?」っていうご質問をちょうどいただきました。でなんとタイミングがいいって <laughs> ちょっと思ってしまったんですけど。実はあのー、先週 ピュアアライイフダイアリーに関ししてては記録取ってませんでしたで。こちらでいつも撮っている記録は朝起きた時のコンディションとあとまあ自分がこう心を自分の心を整えるために何、えー、だろうためのタスクというかやりたいこととかまあそういったことですね、えー、それから良かったこととありがとうっていうのとあとこの気持ちっていうのを記録しているページなんですけど えー、書いいてないですでまあもちろん、あのー、他の手帳たちにはいろいろなんか自分の思ったこととかトゥ、あのードゥ、まあ、というか日頃のタスクとかっていうのは書いてあるのでそれを見ながら思い出しながら書くっていうことももちろんできるんですけれども、えー、とりあえず、あのー、このままで、えー、もう 今週分に行こうかなとは思っています。で、まあ、かけたら思い出せたらあのちょこちょこ埋めようかなとは思ってるんですけど、もう絶対埋めなきゃいけないとかっていうような、えー、気持ちでは、えー、やらずに、もうゆるっとぬるっとするっと行きたいなと思っております。はい。ただ、えっ、ー、とここのページはかけていないんですがあのこの先週意識したいこと をえー、立て,てでここに関してはどうだったかなっていうのを書けるのでこれはいつも通り今日やろうと思っていいますでいつもはこれができたかどうかなっていうどんな週だったかなっていうのを思い出すためにここをカラーペンで色付けとかしながらあの振り返ってるんですけども今回はそれができないということであの日頃のこのタスク だったりとかあとはよいしょ今何でもノートというか私の雑記帳アイデア出し帳となっているこの TNR トラベラーズレギュラース トラベラベーズノートレギュラーサイズの、えー、経線リフィルの部分を、まあ、パラパラ見てで、えー、あそうだそうだこういう風に過ごしてたんだとかこんな風に考えてたんだとか何を考えて何を思ってたのかとかっていうのを、まあ、パーッと見て。 のえー、振り返り返をやりたいと思いますでちょっと、あのー、内容的にお見せできるページがあのここぐらいしかなかったのでちょっと、あのー、その日頃のタスクページとかっていうのはお見せできないのでそこはちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、基本的にこういう感じであの雑記とかアイデアとか、えー、書いてるのでこれをパラパラ、まあ、見てみたいな感じですねで。ちょうど切り替えの時期で これがままだ始っったばっかなんですよね。でえー、これの後ろの方さっきちょっとパラパラっと見たんですけど、はい、こういうページですね。はい、でちょっとこの前の方がお見せできないので本当、えー、お見せできないばかりがちょっと続いちゃって申し訳ないんですけれどもまあこれをもとに振り返りやっていこうと思います。はい、基本的にもう手帳会議い を本格的にもうう始めたっていう感じですねはいこんな感じで過ごしてましたね。であとはあのー、このここに今持ち歩き手帳としてどう,どういう感じかなと思ってちょっとこう試行錯誤中というか実験中のこのマイシステムバインダーの中に、えー、日々の コードログというかもっとすごいより詳しいものを書いているんですけど動画のこととかあのその他のことプライベートなこと書いてるんですけどまあここもねちょっとあの見ながらやっていきますはいそうなんか先週はな,なんだか本当にシュンって過ぎ去ってっちゃったんですよね <laughs> 珍しくはいちょっとね今カメラ外で。 あのこのマイシステムバインダーを見てるんですけれども、はい、あこんな週だったなあっていう感じではいそうですねそうそうそうよしじゃあ、えー、なんとなくあそうそうっていうのを思い出せてきたのでここの、えー、振り返り返をやっていきます自分を大切に過ごすっていうのを、えー、意識して過ごしたいなと思っていました。 先週できたかどうかっていうのをじゃあちょっと今からここに書いていこうと思います。はい、えー、書き終わりました。まああのちょっとバタバタしたような週だったんですけど、まあそういった週に限って、でかそういう週ってなんかもう自分のことを後回しにして、すごく自分を粗末に扱うんですよ。 あの個人的な話になっちゃうんですけどで例えば何かご飯とか、あのー、自炊が面倒くさくなっちゃって、まあ、カップラーメンでいいやとかあとはなんかカップラーメンじゃなくても手軽に食べれるちょっと栄養バランスとか特に考えないでなんかもうこれでいいやみたいなこれがいいじゃなくてこれでいいやっていう選択をしがちになってしまうというか。 でどん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 自分のことを後回しにして自分をちょっとおざなりにしてしまうので <laughs> あのそういうの本当とよくないなと思ってやっぱそういうあの乱れから体調不良とかにつながるのかなって思うのであの、まあ、全部を全部完璧にってことはできないんですけど、まあ、あ,のある程度ちゃんと例えばあの3食しっかり食べるとかちょっとでもいいから食べるとか。 あの生活リズムを乱さないように決まった時間になるべく寝るとかなるべく決まった時間に起きるとか、まあ、そういうあの一つでもこうなんか自分で決めてそれが達成できるようにというかそうすると、まあ、なんか来週もがこの調子で頑張ってみようかなとかっていうふうに思いますしあのそういう感じでいつもあのなるべくハードル,高くあハードル低くして頑張っていき えー、目標というか意識はするようにはしてるんですけど、はいでえー、そんなこんなで何だかんだでできたと思ったので良かった週かなと思っております。で、えー、今週もですね引き続きよいしょ「自分を大切に過ごしていきたいな」と思っております大切に過ごす。 はい、では「ピュア・ライフ・ダイアリー」の方は終わりということで,で次は、えーっと「タスク」ですね今週もや,やれたらいいなーみたいなところを書いていきたいと思いますよいしょでまずはお天気ですね なんだか今週は台風が来るとかなんとかであまりお天気が良くなさそうなのでちょっとねあのー、気圧とかそういったこう変頭痛来ちゃうよとかねお天気で結構体調を左右されがちな方いらっしゃるかと思います私もそのうちの1人です。なののでちょっとねあのー できる対策はしてでもし対策しても具合悪く対策したのにこう具合悪くなってしまったとしてもあのそれはもうねあの仕方のないことというかなりたくてなってるものでもないですしねただその対策したからこの対策を これぐらいで済んだんだだなってだから対策したできた自分にありがとうっていう風に思えるようによく頑張ったねっていう風に思えるようにえー、過ごしていきたいですねちょっとこれ押しながら今お話ししてなんかとんちんかんなこと言ってなかったかな <laughs> 大丈夫かな <laughs> はいよし。 では天気がいやー雨ばっかりだよしまあ体調は崩しがちにはなったりするんですけど雨の音を聞きながら何か、まあ、好きなことをするっていうのがお風呂を浸かるとか、あのー、読書するとか本読むとかも好きなので、まあ、そういう時間を、まあ、10分20分過ごせたらいいなって思います。 はい、うんとじゃあえそうですねまずじゃ決まってる予定から書いていきましょうかえっ、ー、と31日の土曜日は夜の7時から何時でしたっけ <laughs> <laughs> やばい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 えー、っとねどこに書いたっけかなこっちだなはい、えー、夜のし19時7時から10時まで22時まで、えー、な生放送というか YouTube ライブをやらせていただきますえっと19時19時から1時 22時までで、はい、生放送です YouTube ライブそれから、えー、1日はうーんと12時からだったかな12時から15時だったかなう3時間だったかなえっ、ー、とイベントですね えー、新橋で YouTube24 時間24時間,間 YouTube の、えー、イベントですねでお邪魔しに行きます <laughs> お天気ねこのまま曇りのままだといいんですけどねどうなるかって感じですね で、えー、あとは、まあ、病院が入ってるっていうぐらいですかね。はいじゃああとは、まあ、やりたいこと純粋に自分が自分の,あの娯楽でやりたいことと、えーまあ、SNS の計画ですねをちょっとこんなふうにできたらいいなっていうのを立てていこうかなと思います。はいえー、と はいざざっと書き終わりましたはい今週もちょっとお天気は良くなさそうですがまあやることはやって自分の時間も楽しんで、えー、穏やかに心を穏やかに過ごせていけたらいいなと思っておりますはい、えー、ちょっと今日はあのおさぼりした時の 記録をサボりした時の振り返りを、えー、共有させていただきましたこうなんか一緒の方とかいらっしゃる言いますかね <laughs> ついついサボっちゃうよとかねあのー、まあいつもいつもいつも書けるのが理想なんですけど自分の気持ちとかあとは 普通にお仕事とか家事とかねお家のことが忙しくてなかなか自分の時間を取れないとかっていう方もいらっしゃるかと思いますあの書かなきゃっていう風に思ってると本当に手帳書くの辛くなってきちゃう時あると思いますのであのそんななんていうのかなサボっちゃうっていうその表現の仕方があまり良くないのかな なんてなんて言えばいいんですかねなんかこう手帳が手帳を書かなくても大丈夫な期間とかってこうなんかちょっとポジティブな言い方がね表現ができたらいいなと思うんですけどあのそういった時があっても決してねあの自分を責めたりとかしないで,で人と比べたりとかもせずにあの手帳はいつでもね待っててく,あのくれる存在なので。 あのそんなに気にせずに楽しくやっていけたらいいかなと思っております。はい、ということで、えー、最後までご視聴してくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでしたババイバーイ